はい、今回紹介するのは、Amazon Play さんというところですかね、が出ています、DLP のミニプロジェクターをご紹介したいと思います。バッテリー内蔵で、最大ですね、約120分、約2時間程度稼働するということと、大きさが大体120インチまで対応しています。通常の HDMI との入力もあるんですけれども、マイクロキャストなんかを使ってですね、ワイヤレスで、画面を共有することも可能となっています。非常に小さいポータブルタイプで、長寿命で、バッテリー内蔵ということで結構便利でいいかなと思いますので紹介していきたいと思います。商品の写真のイメージとしてはこんな感じ。ちょっと早回しですけど、行ってみます。はい、実物としてはこちらです。はい、瀬戸内容の方を紹介していきたいと思います。外箱ですね。本体、マニュアル。で、AC アダプターにリモコン。で、HDMI ケーブルと付属の三脚というふうになっています。はい。それぞれ紹介していきたいと思います。まずはマニュアルの方からなんですけれども、日本語に対応しています。ざっくりではありますけど、きちんと説明されているので、問題ないかなというところです。はい。で、ワイヤレスで繋ぐところも紹介されています。Android 用と、iOS 関係に関してですね、紹介されているので、特に悩むことはないかなと思います。最近この手のものがね、増えてきているので、特にやったことある方であれば迷うことなしかなっていうところです。はい。次に、三脚の方行きたいと思います。はい。こちらになっています。一番低い、こんな感じですね。した場合、だいたい高さが7センチ。最大、こうですね。基板これを下ろした状態で使用した場合に約11センチぐらいの高さがあるようになっています。運台の方は一応フレキシブルのタイプになっているので、角度を調節することが可能です。はい。次、リモコン。こちらはまあ、汎用リモコンに近いのであれなんですけれども、はい。単純なリモコンとなっています。はい。HDMI ケーブルですね。こちら。付属の HDMI ケーブル、こんな感じのコネクターが付いているものになっています。長さがだいたい100センチとなっています。まあ、十分かなというところです。はい。AC アダプターです。モバイルバッテリー、でも駆動しますけれども、当然電源供給することも可能です。AC アダプター、短い方が80センチ、長い方が130センチ。合計すると210センチ程度の長さになります。まあ、設置する場所にもよりますけど、2メーター程度とあるので、長さとしては十分かなと思います。はい、最後、本体ですね。こちら。上から見るとこんな感じですね。はい。はい、正面からこちら、レンズとなっています。左回りで何もなし、排熱だけですね。裏面が入力関係ですね。AV アウトプットと USB、HDMI と電源の DC インですね。で、電源ボタンと上下ですね。になっています。あと、レンズのピント合わせになっています。で、裏面が三脚用の穴という形になっています。重さの方がだいたい 224g というふうになっています。片手で収まるサイズですので、気軽に持ち運んで使用することができるかなと思います。ではね、この後、私のナレーションなしですけれども、実際に投射しているところ、ちょっと近場ですけれども、投射しているところと、プラスアルファですね、マイクロキャストというか、iPhone で接続して、ワイヤレスで、AirPlay ですね、を使用して、ミラーリングするところをお見せして終わろうかなと思います。今回紹介したのは、Amazon Play さんがやっています、DLP ミニプロジェクターでした。はい。